神田明神と聖堂の間、葉桜で囲まれた一角に、その日の昼過ぎから集まったやじ馬がざっと2、3千人。日の暮れるまでは互いに牽制し合って手を出しもせず出させもせずにおりましたが、暮れ六つの鐘、3つの捨て鐘が鳴り始めると、馬場一面に散った数千の手がパッと大地に飛びついて、獲物や10本の指で恐ろしい熱心さで掘り始めたのです。宝は決して深くは埋めていないのですが、辺りはもう薄暗くなり始めると、数千人の欲が大地もただれそぼに燃え立ちます。はった、小判を1枚掘り当てたそうだ、掘れ。人は八方から集まりましたが、掘り当てた若い男はそれをかき分けてどこかに姿を隠してしまいました。まだ2枚残っている。はが俺の縄張りだ、どいつくれ。宝探しに縄張りがあるか、やろう。何を。中には喧嘩まで始まる騒ぎでした。辺りがとっぷり暗くなると、中には提灯を用意したものもありましたが、多くは一歩もさらじと大地にかじりついて、泥と雑草をなめ尽くすよぼに10本の指で掘っております。2枚目が見つかった。何両が出たそうだよ。向こうでは丁銀が1枚。掘り出した噂が伝わると、宝掘りの熱は加わるばかり。もう1枚小判があるはずだ。3枚一緒に生けてあるはずはない。向こうを探せ。夜の明けるまでやってみよう。こういった宝探し根性のやじ馬の熱心さは想像以上のものがあります。これを仕事に振り向けたら、さぞ心象もこしらえるだろうと思われる熱心さですが、つまりは欲張りと怠け者の熱心さで、気違いじみた雷動性に引きずられて、春の夜の薄寒さも飢えも疲れも物の数ではありません。最初から小判が出ないか、または3枚の小判がいっぺんに出てしまえば、この騒ぎはなかったでしょう。夕方から宵へかけて2枚の小判が出て、あとの1枚がなかなか出なかったばかりに、やじ馬の未練は夜中過ぎまで引きずられたのです。もし計画的にやったことであったら、これは実に巧妙極まる作戦でした。小判1枚といっても、純金4文目、今の評価で1万円以上になるでしょう。一口に小判といっても、その頃の小判は非常に尊いもので、田舎の貧しい人などは生涯小判というものを見ずに終わる人も少なくなかったと言われるくらい、桜の馬場に集まった数千のやじ馬が真夜中まで粘って大地を掘っていたのも無理のないことでした。大地主で金貸しの宝屋清右衛門は苦々しさがいっぱいで、この騒ぎを見ておりました。困ったことに、宝屋の裏は桜の馬場の土手の下で、宝探しの騒ぎは手に取るよう、うち中の者は主人の目玉を逃れるよう、1人抜け2人抜け、ことごとく桜の馬場に飛び出して宝掘りの仲間に加わってしまったのです。宝屋のうちに残ったのは主の清右衛門と娘のお島だけ。そのお島は風の君で引きこもっており、桜の馬場の騒ぎを遠音に聞いて自分の部屋に引っ込んでおりました。この時、主人の清右衛門ははっと気がつくと、天地解明になっておりました。頭から風呂敷か何かをかぶせられたのです。静かにしろ。命まで取るとは言わない。ドスの聞いた変な声が耳のそばでささやきました。どうせ作り声でしょう。清右衛門はそう言われなくとも静かにするほかはなかったのです。すぽりとかぶせられた風呂敷は厚く、息も詰まりそうな上に、あっという間に両腕を後ろに回され、キリキリと縛り上げられて、身動きもできなかったのです。騒ぐな。いや、口を聞くと土手っ腹へずぶりと行くぞ。立って蔵へ案内するんだ。鍵はどこだ。くせ者は2人のようです。1人は中年の男、ずぶ太い声でわかりますが、もう1人は肌触りが柔らかくてプーンと鼻へくる生めかしい匂い、それは人肌で蒸された香油とおしろいの匂いで長い間独り者で暮らした宝井が清右衛門にとっては耐えて久しき女の匂いだったのです。手荒なことをするな。鍵はここにある。腰を探って清右衛門は大ぶりな鍵を取り出しました。これっきりか。あとは私の手で開く。清右衛門は少し震えておりました。さあ、歩け。嫌も応もありません。目隠しをされたままの清右衛門は後ろから灰口らしいもので小づかれ、チクチクするのを我慢して渡り廊下伝いに手近の土蔵に案内するのです。ここだよ。清右衛門は土蔵の大海老城を指さしました。見えないながらも慣れた自分のうちで足探りの見当はつくのです。くせ者の一人は黙ってその錠に鍵を差し込むと、土蔵は至って手軽に開けられます。さあ、金のあるところへ案内しろ。清右衛門は足探りで黙って入りました。続いて二人のくせ者は提灯やら手食を持ってそれに続くのがよくわかります。土蔵の板敷きの上を歩いて清右衛門はふと妙なことに気がつきました。体はガタガタ震えて歯の根も合わないくせに心機は水のごとく冴えて妙なことが気になるのです。現に二人の足音が妙なリズムになって清右衛門の耳に響くのです。静まり返った土蔵の中、その四本の足の踏み出す特別のリズムがしつこく繰り返されます。金箱はどこにあるんだ。4つも5つも持ち出しはしない。たった1つでたくさんだ。またも灰口が背中へチクチクしますが、くせ者の素晴らしいバリトンは作り声をしているので、聞いたことのある声のようでありながら、誰とも見当はつきません。ここだ。はしご段の下。その扉を開けるのだ。くせ者は声に応じてはしご段の下の隠し扉を開けたようです。ガタガタと重いものを動かす音。二人は千両箱を1つ取り下ろして、いいか。それじゃあご主人、1箱借りていくぜ。どうせこの世では返せまい。あばよ。示し合わせた2人の者、主人の清右衛門を土蔵の中に残して、元入った入り口から外へ飛び出すとともに、表の大扉をガラガラピシッと閉めてしまったのです。あとは真の闇、両手を後ろ手に縛られた上、猫に缶袋の体では、気は確かでも、年寄りの主人清右衛門、どうすることもできません。第3章。あったあった、3枚目の小判が見つかったぞ。誰やらが大きい声で触れると、桜の馬場の一角にバラバラと寄ってきた人波、そこに小判が落ちてでもいるのかと思うように、しばらくは渦を巻きます。なんだつまらねえ。これで明日の仕事を休みはとんだくたびれ儲けだ。さあまあ見やがれ。バラバラと野次馬の大群は夜の町に散ってゆきます。宝屋の雇い人たちもこれでようやく本心に立ち返りました。小判3枚をみんな掘り出されてしまえば、家が近いのが徳みたいなもの、狐の落ちたような心持ちでこそこそと家へ戻りました。手代の与佐吉、下女のお作、これは宝掘りのチャンピオンで、それに係人のお富、養子の宗之助、居候の吉太郎までぞろぞろとつながって帰りました。その上、年がいもなく番頭の小六まで、面白くも何ともなさそうな顔をして、引き上げのしんがりについてくるのです。どかどかと家へ入った7人、主人に顔を合わせるのがさすがに後ろめたいと思ったのか、黙ってそれぞれの部屋に引き取りましたが、下女のお作は居候の吉太郎とともに一応戸締まりを見て回って、さてお嬢さんのおしまが気分が悪くて寝ているのへ外から声をかけました。明かりがついているのに返事がありません。お嬢様、どうなさいました。下女のお作は心安立てというよりは日頃の不作法さで、廊下から障子をさっと開くと、はいっぺんにのけぞってしまったのも無理はありません。娘おしま、19になったばかりの、あまりきれいではないにしろ、若くて達者で、背負いきれないほどの大寝台の跡取りの娘が、明けに潜んで死んでいるではありませんか。一瞬、宝屋の上下は、騒ぎのるつぼに叩き込まれました。下女のお作の悲鳴に驚いて飛んできた人たちも、あまりのことに何をどうしていいかわからず、ただ呆然として顔を見合わせるばかり。旦那は早く旦那に申し上げなきゃ。番頭の小六がようやくそれに気がつくと、手代の与佐吉は奥の主人の部屋に飛びましたが、しばらくするとつままれたような顔をして呆然と戻ってくるのです。旦那がいらっしゃらない。そんなバカなことがあるものか。接近にも見えない。どうしたことだろう。探してみろ。家中の者は娘のおしまのことも気になりますが、それよりは姿を隠した主人を見つけるのが急務になりました。寝巻きに着替えた様子もない。手色がなくなっている。外ではないか。それはしかし無駄な努力でした。土蔵は二と前とも厳重に外から閉まっており、主人清右衛門の履物もなくなってはいなかったのです。この騒ぎを聞いて、桜の馬場の宝探しに何か異変がありはしないかと、宵から張っていた銭形平次は八五郎と一緒に飛び込んできました。それはもう真夜中過ぎの八つ時近い頃です。